生足。キモなんか着眼点。生足バル出てるってオタクの部分。やっぱいいよ。いやちょっとキモいな。昨日の対談もちょっとだけ見たけどね。オタクしてたなって時のエピソードいかがでしょうか。オタクしてた時か、うん、まあ、影山富雄くんなんですけど、うんうん、はいはい、まあ、誕生日に、まあ、うん、彼の好物を作ってケーキ焼いてとか。ちなみに影山くんは何が好物なんですか。あのポークカレー温玉のせなんですけど。こまけこまけ、そうね。オタクやん。そうや、いやもうオタクないよ。もう無理だ隠すのは。ウィスポの清楚担当はもう諦めたの。いや諦めてない諦めてない。え、でもなんかもう小柄ととに白旗振ってなかった昨日。まあ、それはそうよ。いやそれはそうよは。もう負けてるやん。ほな。まあ、いや違うベクトルの清楚行こうかなみたいな。何違うベクトルの清楚。ベクトル違ったら清楚やないやん。確かに。どういうこと。まあまあまあ、そういうことよ。ととちゃん清楚か。あんま清楚なイメージないんだけどな。こと先輩。うん。清楚じゃないの実は。清楚なのかな。清楚、めっちゃでも天然のイメージあるな。あーまあやや、あまあそれはまだわかるな。不思議ちゃんのイメージあるわ。うん。すごい電車の旅だ。経験した本当に。ああバカ、ちょっと待って。な、何してんの本当に。やばい。世界復帰、世界復帰になります。お売りの方は置いてください。いやちょっと何の警戒心もない背中を見たら蹴りたくなってしまって。まあ蹴ってもレースならなんとかなるかなみたいな。いや移動スキルないから。いやー面白い。